半七捕物帳。青山の敵討ち。岡本喜道。一。読者もすでにご承知の通り、半七老人の話は、とかくに芝居がかりである。もっとも、昔の探索はいくらか芝居気がなくてはできなかったのかもしれない。したがってこの老人が芝居好きであることもしばしば紹介した。日清戦争が突発する二月ほど前、明治27年5月の20日過ぎである。例のごとく、日曜日の朝から赤坂の宅へ推参すると、老人は昨日新富座を見物したと言った。新富は桜宗吾でしたね。そうです、そうです。九蔵の宗吾が評判がいいので見に行きましたよ。九蔵の宗吾と光前、突死の甚兵衛と幻長吉、みんなようござんしたよ。四角が火薬で宗吾の女房を務めていましたが、これも案外の出来で、なるほど達者な役者だと思いました。仲間くんに佐賀やおもろの浄瑠璃がありましたが、九蔵の三つ国はほんのお付き合いという了見で出ている。多賀の城の滝夜叉は不出来。これは散々でしたよ。何しろ三つ国が肝心の物語をしないで、紀元の鷲沼太郎とかいうのが名代を務めるという始末ですから、真面目に見てはいられません。老人が得意の劇評は、とうとうとして容易に作るところを知らざる勢いであったが、それがひとしきり済むと、老人はさらに話し出した。あの桜宗吾の芝居は、三代目瀬川如光の作で、嘉永四年、猿若町の中村座の8月興行で、下題は東山桜草子と言いました。その時代のことですから、本当の桜の事件として上演するわけにはいきません。世界を変えて足利時代の芝居にしてあるのですが、私森甚兵衛と幻長吉が彦三郎、宗吾が小団次、宗吾の女房お峰が菊次郎、いずれもハマり役で大評判。8月から9月、10月と2月も続いて打ち通しました。そこで表向きは足利時代のことになっていますが、下総の桜の一件を仕組んだのは誰でも知っているので、桜寮のお百姓たちも見物のために江戸へ続々出てくるというわけで、芝居はいよいよ繁盛しました。もちろん芝居の方でも抜け目がなく、今度の宗吾を上演するについては、座方の者がわざわざ桜まで参詣に出かけ、大いに芝居の広告をしてきたのでした。こんなことは昔も今も変わりはありません。その桜寮のうちで村の名は忘れましたが、金右衛門、為吉という二人の百姓が江戸へ出てきました。これも中村座見物の連中で、15人連れで曝露町の下総屋に宿を取っていたのです。金右衛門は娘のお産、為吉は妹のお種を連れていましたが、江戸へ着いた翌日は、まず中村座見物。あとの2日は、思い思いに江戸見物をして、それからみんな一緒に帰国するという約束。そこで第1日の中村座では、宗吾の子別れで泣かされ、宗吾の幽霊で脅かされ、無事に見物を済ませたので、2日目からは勝手に出歩くことになる。金右衛門と為吉は、四谷と青山に親類があるので、
江戸へ出た以上、そこを訪ねなければならないと、二人は他の一行に分かれて、馬喰町の宿を出ました。九月末の晴れた日で、おさんとお種の女たちももちろん連れ立って行きました。お話のわかりやすいように、ここで少し戸籍調べをいたしておきますが、金右衛門も種吉も土地では相当の農家で、金右衛門は38、娘のおさんは16、種吉は21で、妹のお種は17。双方は何かの遠縁に当たっていて、来年はおさんを為吉の嫁にやるという約束もできていたのですから、いわば一家も同然の間柄で、金右衛門が自分の親類を訪ねるといえば、為吉兄弟もついていくということになったのです。金右衛門の一行四人は、まず四ツ谷塩町の親類を訪ねて、ここで昼飯を地層などになって、それから千駄ヶ谷谷町に住んでいる親類を訪ねることになりました。その親類も、やはり下草屋といって米屋をしているのです。その頃は、どこへ行くも勝ち歩きですから、らちは飽きません。おまけに江戸の勝手をよく知らない人たちが道を聞きながら歩くのですから、いよいよはかどらない。その日の八つ半、午後三時ごろに青山六道の辻に差し掛かりました。六道の辻なぞというと、なんだか幽霊でも出そうなすごいところのようにも思われますが、道の都合で四つ辻が二つある。それが続いているので、東から来る道が二筋。西から来る道が二筋。それに南北の大通りを加えると道が六筋になる勘定で、誰が言い出したのか知りませんが、六道の辻という名になってしまったのです。ここらは小役人やお先手の組屋敷のあるところで、辻の片側には少しばかりの店屋があります。その荒物屋の前に荷を下ろして、近在の百姓らしい男が柿を売っていました。そこへ、大将、袴、武家の若党風の男が来かかって、その柿の実を買うつもりらしく、売り手の百姓を捕まえて、何か値段の駆け引きをしていました。すると、そこへまた一人の浪人風の男が来かかって、前の侍を一目見ると、たちまちに景色を変えて、大音に叫びました。おのれ、盗賊見つけたぞ。見つけられた若党も驚いた様子で、何か返答をしたようでしたが、それはよく聞こえませんでした。一方の浪人は、腰刀を抜いて飛びかかる。若党はいよいよ慌てて逃げかかる。その後ろから右の肩先へ切りつける。倒れるところをまた切るという騒ぎ。切られた若党はその場で息が絶えてしまいました。金右衛門の一行はちょうどそこへ通り合わせて自分たちの目の前でこの活劇が突然に始まったのですから、昨日見物した中村座の芝居どころではない。四人は青くなって立ちすくんでいると、浪人は血刀を鞘に収めて四人を見返りました。お前たちには気の毒だが、ここへ来合わせたが時の不祥だ。この場の証人になってくれ。嫌も応も言われないので、四人はその侍の後について行くことになりました。柿を売っていた男、荒物屋の女房、これも一緒に連れて行かれました。元来が往来の少ない片側町、
他の店の者は慌てて奥へ逃げ込んでしまったので、これだけの人間がかかり合いになったわけです。以上六人を連れて、浪人はその近所にある水野泉の神屋敷の辻番所へ出頭しました。その浪人の申し立てによると、自分は中国なにわ師範の伊沢千右衛門というもので、父の平太夫はご金蔵番を務めていた。しかるにあるよ、その金蔵を破って金箱を抱え出したものがある。平太夫が取り押さえてみると、それは愛役の山路群蔵であった。群蔵は自分の懐絵を深く詫びて、どうぞ内分にしてくれと、しきりに頼むので、平太夫も承知して、そんならその金箱を元のところへ戻しておけと、二人が金蔵の方へ引っ返そうとするとき、群蔵は不意に平太夫を切り倒して、金箱を抱えて逃げてしまった。平太夫は、深でながら息があったので、その始末を言い残して死にました。こうなると、山路群蔵は重々の悪人で、お家にとっては金蔵破りの盗賊、千右衛門にとっては親の仇ということになります。そこで千右衛門は神に願って糸間をもらい、仇の行方を探しに出ました。千右衛門はまず、京大阪を探索しましたが、さらに手がかりがないので、東海道の宿宿を探しながら江戸へ下ってきて、去年の夏から一年余りも江戸市中を徘徊しているうちに、今日、図らずもこの六道の辻で群蔵の姿を見つけたので、すぐに名乗りかけて打ち果たしたというのです。普通の喧嘩口論とは違って、千右衛門の申し立ては立派に筋道が立っています。周家の盗賊を仕留め、合わせて自分の親の仇を討ったのですから、辻番所でも粗略には取り扱いません。それはお手柄でござったというので、湯などを飲ませてくれ。金右衛門の一行四人と荒物屋の女房と書き売りと皆一通りの取り調べを受けただけで返されました。これでまずほっとして金右衛門の一行は千駄ヶ谷谷町の下宇佐屋へ訪ねて行って今の話などをしているとやがてこんな噂が耳に入りました。六道の辻で仇討ちをした伊沢千右衛門という浪人者は、水野家の辻番所から姿を隠したというのです。この時代の法として、こういう事件のあった場合には、ひとまずその本人を辻番所または自身番に留め置いて、その主人の屋敷へ通知すると、主人の方から、衣服の紙紐を持たせて、迎えの者をよこすことになっている。そうして、辻番の者に向かって、これは自分の屋敷の者に相違ないことを証明した上で、本人を受け取ってゆくのです。そこで、千右衛門の申し立てによると、自分は、備中松山五万石。板倉周防の神の範疇であるというので、辻番所からはすぐに外桜田の板倉家へ使いを出しました。その使いの帰るのを待つ間に、千右衛門は、失礼ながらはばかりを拝借したいという。油断して出してやると、それぎり帰らない。いずれ屋敷内に忍んでいるに相違ないと、そこらをくまなく詮議したが、ついにその姿は見当たらない。何しろ、バスへの屋敷で、その横手は大きな竹やぶになっているから、それをくぐって逃げ去ったのではないかという。そのうちに使いが帰ってきて、板倉家では、
そんなものを知らないという返事です。さては、偽物かということになったのですが、偽物ならば随分ずうずうしいやつ。白昼人殺しをしておいて、敵討ちだなぞと偽って自分から辻番所へ届けて出るとは、あまりに人を食った仕方です。しかし、それが通りがかりの喧嘩でなく、いきなりに声をかけて切りつけたのを見ると、切ったものと切られたものと、両方が見知り合いであるに相違ない。剣士の役人が出張って、切られた若党を改めると、年の頃は34、5で、どこの屋敷のものか別に手がかりになるようなものもありません。懐の紙入れには、2両ばかりの金が入っていました。その当時、2両という金は、なかなか馬鹿になりません。軽輩の若党らにしては、懐が重すぎると思われたのですが、他に詮議のしようもないので、まずそのままに済みました。この噂を聞いて、金右衛門の一行も驚いて、なるほど、お江戸は恐ろしいところだと、舌を巻きました。いや、これだけで済めばよいのですが、まだ恐ろしいことが続々出退したのです。まあ、お聞きください。2. 金右衛門らの一行は、下総屋で夕食の地層になって、土産物をもらったりして、暮れ六つ過ぎた頃にここを出た。今夜は一泊しろとしきりに勧められたのであるが、明日は他の一行と共に浅草あたりを見物する約束になっているので、今夜のうちに馬喰町の宿へ帰らなければならないと言って、四人は三苫乞いをして出た。この頃の秋の日は短いので、もうすっかり暮れ切った。ここらは馬末の寂しい土地で、途中には人家の絶えたところもあり、竹やぶなどの生い茂っているところもある。下総屋では小僧に提灯を持たせて、青山の大通りまで送って行かせた。江戸の人たちは寂しいというが、桜の在所に住み慣れた金右衛門らは、このくらいのところを佐野に珍しいとも思わなかった。しかし、今日の昼間の出来事に脅かされているので、なんとなく薄気味の悪い四人は、小僧の後について黙って歩いた。谷町を出て、例の六道の辻を通り抜けて、やがて、青山の大通りへ出ようとすると、そこらは道幅が1間半に足らない狭い往来で、片側は20、片側は竹やぶになっている。その竹やぶがガサリというかと思うと、何者か突然現れて小僧の持っている提灯をバッサリと切り落とした。あっという間に金右衛門も、人たち切られて倒れた。おさんもおたねも思わず悲鳴をあげた。何を言うにも真っ暗であるから見当がつかない。大通りへ出る方が近いと思ったので、土地の勝手を知っている小僧はまっすぐに逃げた。他の者も夢中で続いて逃げた。相手は追ってこないらしいので、大通りまで逃げ延びて、まずほっとしたが、無事に逃げおおせたのは、下総屋の小僧と為吉とお種の3人で、金右衛門とおさんが見えない。金右衛門は切り倒されたらしいが、娘はどうしたかわからないので、3人は心配した。小僧はすぐに、青山下付の上屋敷の辻番所へ訴えると、辻番の者も普段から小僧の顔を知っているので、現場まで一緒に来てくれた。その提灯によって照らしてみると、金右衛門は右の肩を切られて、
明けにしみて倒れていたが、おさんの姿はそこらに見出されなかった。くせ者はやぶから出てきたらしいというのであるが、その竹やぶは間口四五軒の浅いもので、後ろは二十歳になっているのであるから、くせ者は再びやぶをくぐって畑を越えて逃げ去ったものであろう。金右衛門はまだ息が通っていたが、その懐の財布は紛失していた。大事の露用は胴巻きに入れて肌につけていたので、これは無難であった。財布には小出しの銭を入れておいたに過ぎないので、その損害は知れたものであったが、娘一人の紛失が大問題である。未来の女房を失ったため吉は青くなって騒いだが、どこを探すというあてもなかった。とりあえず金右衛門を辻番所へ担ぎ込んで、近所の医者を呼んで手当てを加えると、傷は案外の浅手で一命に関わるようなことはあるまいというので、これはまず少しく安心した。小僧はさらに主人方へ中心したので、下うさやからは主人の母兵と若い者二人が駆けつけてきて、手負いの金右衛門を引き取って帰ったが、おさんの行方はついに知れなかった。おさんは今年16で、色のこじろい、いわゆる渋皮の抜けた娘であるから、昼間から付け狙っていて、かどわかしたのであろうという説が多数を占めたが、所詮は一種の想像にとどまって、その真相はわからなかった。半七、青山あたりがまたなんだか騒々しいそうだ。この前の東神雨のかかり合いもある。お前が言って、なんとか拉致を開けてくれと、八丁堀同心の、坂部次助が言った。かしこまりました。半七はすぐに子分の翔太を連れて青山へ出張った。言うまでもなく、この事件は六道の辻の若道殺しと金右衛門親子の一件とがほとんど同時に起こったのである。もちろん、それが同じ者の仕業か、あるいは別人か。全く見当がつかないのであった。二人は赤坂の方から行き向かったので、まず道順として青山下付の神屋敷の辻番所について、金右衛門一件の顛末を聞きただした。それから六道の辻に差し掛かって、かの荒物屋の前に立った。ここの店先で、真偽不明の怪しい仇討ちが行われたのである。おかみさん、昨日はとんだ騒ぎだったね。さぞ驚いたろう、と半七は言った。驚きましたよ、と店にいた三十前後の女房が答えた。お侍さんが柿を買っていなさるところへ、また一人のお侍が来て、いきなりに切ってしまったのです。仇討ちだということでしたが、それが嘘だとも言う噂で、どっちが本当ですかね。切る方は、なんと声をかけたね。己盗賊、見つけたぞと、大きい声で言いました。切られた方は、どんな返事をしたね。それが、はっきり聞こえなかったのです。何でも、野口とか下口とか言ったようでしたが、野口とか下口とか、と半七は口の内で繰り返した。それで逃げるところを切られたのだね。そうですよ。切った侍は三十四五の浪人らしい男で、切られた男も同じ年配の屋敷者らしい風俗であったと女房は話した。半七はさらにその人相や身なりを詳しく聞きただしてここを出た。それから水野泉の神屋敷の辻番所へ行って
やはりこの一件について前後の模様を聞き合わせたが、敵討ちと称する浪人者は屋敷の大竹やぶをくぐって逃げたに相違ないというのである。半七もおそらくそうであろうと鑑定した。それから千駄ヶ谷の谷町へ引っ返して米屋の下うさ屋を訪ねると、手負いの金右衛門は奥の間に寝かされていた。ため吉とお種の兄弟も暗い顔をして控えていた。下うさ屋は五年ほど前からここに開業したもので、土地では新店の方であるが、商売の仕方が手堅いというので、近所の評判は悪くなかった。主人の茂平は金右衛門と同年配の39で、おととしの暮れに女房に死に別れ、その後はまだ独り身である。店には米付きの安兵衛、藤助の他に銀八、熊吉という若い者二人と、美太郎という小僧一人を使っている。台所働きの女中は、お捨てと言って、金右衛門らと同村の生まれである。これだけのことを調べた上で、半七は店先で茂平と立ち話を始めた。金右衛門は別に人から恨みを受けるような心当たりはねえかね。ございませんと、茂平ははっきり答えた。8年ほど前に一度江戸へ出てきたことがありまして、今度が2度目でございます。そんなわけで、江戸にはろくろくに知り人もないくらいでございますから、恨みを受けるなどということがあるはずがございません。そこでお前さんはどう思うね、と半七は探るように聞いた。それですから、何が何だか一向に見当がつきませんと、茂平は眉を寄せた。じゃあ、その金右衛門に会わせてもらおう。店の次に茶の間があって、そこから縁側伝いで六畳の奥座敷へ通うようになっている。そこへ案内されて、半七は怪我人の枕元に座った。金右衛門は見るからに頑丈そうな男で、傷が案外に浅かったためでもあろう。顔の色は青ざめているが、気は確かであった。彼も茂平と同様、江戸にはほとんど知り人もないくらいであるから、恨みを受ける覚えなどはさらにないと答えた。枕元に控えている為吉兄弟も、同じ返事であった。ことに、為吉らは、生まれて初めて江戸へ出たというのであるから、何が何やらほとんど夢中で、この不意の出来事については、ただ呆然としているばかりであった。ここで詮議しても拉致が開かないと見て、半七はいい加減に切り上げて店を出ると、表に待っていた翔太が小声で聞いた。何か当たりがありましたかえ？いけねえ。みんなぼんやりしているばかりだ。と、半七は苦笑いしながら言った。おめえも知っている通り、この春はここらで東神飴屋の一件があった。あいつは飛んだお茶番で済んでしまって、本当の奴はまだ上がらねえ。今度の一件も何かそれにかかり合いがあるのじゃねえかと思う。ここらにゃ安御家人がいくらも巣を組んでいるから、その次男三男の厄介者なんぞが悪いことをするのじゃねえかな。そうかもしれませんね、と翔太もうなずいた。そうすると、その娘を引っさらって宿場へでも売るのでしょうか。まあ、そんなことだろうな。二人は話しながら六道の辻へ引っ返してくると、三人連れの男に出会った。彼らは翔太に向かって、ここらに下うさ屋という米屋はないかと聞いた。その風俗を見て翔太はすぐに悟った。
お前さんたちは、暴露町の下草屋に泊まっている、桜の人たちじゃねえかね。そうでございますよ。彼らは果たして、金右衛門らの一行で、その遭難の通知に驚いて、これから様子を見届けに行く途中であった。ちょうどいい人たちに会ったと喜んで、半七は三人を道端の大えのきの下へ呼び込んだ。私はお上の御用聞きで、この一件を調べに来たのだ。米屋の下草屋の亭主は金右衛門といとこ同士だというが、全くそうかね。いえ、亭主ではございません。女房がいとこ同士なのでございますと、三人のうちで年笠の増蔵という男が答えた。米屋の茂平はいつ頃から江戸へ出てきたのだね。10年ほど前に江戸へ出まして、最初は深川で米屋をしておりました。それからただいまの千駄ヶ谷へ引っ越したのでございます。茂平の女房は、おととしの暮れに死んだそうだが、名は何と言うね。お稲と申しました。子供はないのだね。ないように聞いております。金右衛門は8年ほど前に、江戸へ出たことがあるそうだね。はい。茂平がまだ深川にいるときでございまして。金右衛門は茂平に金の貸しでもあるかえ。そんなことは一向に聞いておりません。半七はさらに為吉兄弟について聞きただしたが、いずれも年の若い正直者であるというだけで、別に注意を引くような聞き込みもなかった。金右衛門の娘おさんが来年は為吉の嫁になることを、増蔵も知っていた。三。六道の辻で切られた男の身元はついにわからなかった。誰も訪ねてくる者もなかった。金右衛門を切ったのは土地の悪御家人の仕業であるとしても、かの若党と浪人は土地のものでない。土地のものならば誰かが彼らの顔を見て知っているはずである。そうなるとこの二つの事件は全く別種のものと認めるのが正しいように思われて、半七もその分別に迷った。相互の芝居見物に出てきた桜の人々は、為吉兄弟を金右衛門の看護に残して、いずれも本国の下草へ帰った。それから2日目の朝である。青山へ見張りに出してある翔太が、神田の家へ駆け込んできた。親分、また人騒ぎだ。なんだ、何が失態した。米屋に逗留している娘が見えなくなった。為吉の妹か。そうです。お種という女です。昨日の夕方と言っても、まだ7つ半、午後5時頃、近所の銭湯へ行ったが、その帰りに姿が見えなくなったというのです。湯屋は1丁ほど離れている山の湯といううちで、番台の神さんの話では、確かに帰って行ったというのですが、それぎり米屋へは帰らない。そこでまた大騒ぎになっているのです。しようがねえなあ、と半七は舌打ちした。土地慣れねえ者が一人で出歩くからいけねえ。だが翔太、同じことを二度するものじゃねえな。自然に人に感づかれるようになる。お前さんは感づきましたかえ？少し胸に浮かんだことがある。この間米屋へ行った時に、俺の目についたのは、藤助というやつだ。越後か信州者だろうが、米付きにしちゃ、垢抜けぬした野郎だ。あいつの身元や行状を洗ってみろ。あいつが癖者ですか。癖者とも決まらないが、なんだか気に食わねえ野郎だ。あいつは道楽者に違えねえ。
まあ、調べてみろ。かしこまりました。もう一人、あの米屋の若い者に、銀八というやつがいる。あいつも変だから気をつけろ。それから女才もある名が、亀吉とでも相談して、新宿あたりの山瀬源を漁ってみろ。この頃宿場の玉を売り込みに行ったやつがあるかもしれねえ。なるほど、わかりました。翔太は早々に出て行った。その日は他に呼んどころない義理があって、半七は昼頃から日本橋あたりへ出かけたが、例の一件が気になるので、その帰り道に青山へ足を向けた。なんといっても、この事件は六道の辻のあたりが中心であるので、半七はそこらを一巡うろついた後に、カラス茶屋に腰をかけた。江戸時代の人は口が悪い。この茶店の女房の色が黒く、まるでカラスのようであるというので、カラス茶屋というあだ名をつけてしまったのである。色は黒いが、世辞のいい女房は半七を笑顔で迎えた。いらっしゃいまし。朝晩は急に冬らしくなりました。もう店を片付けるのじゃねえか。いいえ、まだでございます。どうぞごゆっくりお休みください。女房の言う通り、秋と冬との変わり目の10月に入って、朝夕は急に寒くなった。ことに、権田原の広い野原を近所に控えているここらは、木枯らしと言いそうな西北の風が身に染みた。寒いのは時効で仕方もねえが、この頃はなんだか物騒だと言うじゃねえか、と半七は茶を飲みながら言った。本当でございます。なんだか嫌な噂ばかり続くので、気味が悪くってなりません。昨夜も化け物屋敷に何かありましたそうで。化け物屋敷？そりゃどこだね。すぐそこの空き屋敷でございます。化け物でも出るのかえ。女房の話によると、その屋敷には小池という御家人が住んでいた。屋敷は小さいが、寺所は400-500坪はある。その主人は道楽者で、年の暮れの金に困った結果、駆け取りに来た呉服屋の手代を締め殺して、駆け先から取り集めた10両ほどの金を奪い取った。そうして、その死骸を裏手の畑に埋めておいたことが露見して、本人は死罪となったが、屋敷はそのまま残っている。こういう空き屋敷には階段がつきもので、殺された手代の幽霊が出るとか、鬼火が燃えるとかいう噂がある。その化け物屋敷の前を、夕べ近所の者が通りかかると、屋敷の奥で女の泣き声がかすかに聞こえたので、それを聞いた者は、青くなって逃げ出したというのであった。夕べの何時だね。まだ5つ、午後8時を少し過ぎた頃だそうですが、ここらは何分にも寂しゅうございますので、いくら日が詰まっても幽霊の出ようがじっと早いね、と半七は笑った。その屋敷はよっぽど前から空いているのかね。もう3年ぐらいになりましょう。屋敷の中は荒れているんだろう。ええ、もう荒れ放題で。うちは壊れる。庭には草がほうほうと生えている。あんな不気味な屋敷は早く立ち腐れになってしまえばいいと近所でも噂をしております。そうだ。幽霊に貸しておいたのじゃ、店賃も取れず。早く壊れてしまった方がいいな。半七は茶台を置いてカラス茶屋を出ると、この頃の日はもう傾きかかって、どこからか飛んでくる落ち葉がバラバラと顔を打った。
半七は肩をすくめながら歩いた。女房に教えられた化け物屋敷の前に立つと、元より小さい御家人の住居であるから、屋敷といってもおそらくいつまか野間ぐらいであろうと思われる古家で、表の門はもう傾いていた。生垣の杉も枯れていた。裏口へ回って木戸を押すと、錠も下ろされていないと見えてすぐに開いた。なるほど、そこらは一面の草むらであったが、注意してみると、その草の間には人の踏んだ跡がある。この化け物屋敷には幽霊の他に出入りするものがあるらしいと、半七は腹の中で笑った。敷居のきしむ雨戸をこじ開けて水口から踏み込むと、半七はまず第一の獲物を発見した。それは、野暮な赤い櫛で土間に落ちていた。それを拾ってたもとに入れて、半七は台所に上がった。家内はもう薄暗いので、雨戸を開け払って、さらに引き窓を開けた。久しく掃除をしないので、板の間は一面の埃に埋められている。その埃にいくつもの足跡が乱れて残っているのを透かしてみると、それは男と女の足跡であるらしかった。何者かが忍んでいるかもしれないと、用心しながら奥へ入り込んだが、ただ一度大きいネズミに驚かされただけで、静まり返った空き家のうちには人の気配もなかった。奥には茶の間らしい六畳の間がある。続いて八畳の座敷である。茶の間へ入って押し入れの破れ襖を開けると、押し入れの中も埃だらけになっていたが、下の板の間には隅々だけを残して、他に埃の跡が見えない。誰かが吐き出したのではなく、そこに人間が這い込んでいたのではないかと想像された。半七は湿っぽい畳の上にうつぶして、犬のように嗅ぎ回ると、そこにはかすかにぬかの匂いがあった。ぬかがこぼれているらしいと、半七は一人でうなずいた。米屋の奴らがお産かお種をここへ連れ込んで、押し入れの中に監禁して、その鳴き声が表へ漏れたのであろう。土間に落ちていた赤い櫛といい、その証拠は明白である。彼はさらに家内を見回ったが、他にはこれぞという獲物はなかった。そのうちに日はだんだんに暮れてきたので、明かりを持たない半七は思い切ってここを出ると、表はもう暗くなっていた。谷町の下うさやを目指して行くと、途中で二人連れの男に会った。店屋の火の明かりに透かしてみると、それはかの為吉と米付きの藤助であるらしい。この二人が連れ立って湯屋でも行くのかと見送っていると、不意に自分のたもとを引くものがある。見返ると、それは翔太であった。親分、と翔太は囁いた。為吉と藤助はどこかへ出かけます。つけてみましょうか。うん、俺も行こう。悪くすると為吉を誘い出してばらすのかもしれねえ。そりゃあ油断ができねえ。四。半七と翔太は、見え隠れにかの二人の後を慕って行くと、二人は権田原の方へ向かった。風が寒いせいでもあろう。二人は黙ってうつむいて歩いていた。藤助は提灯を持っていた。米屋商売であるから、下草屋と記した提灯を持つべきであるのに、今夜の藤助は無印の提灯を持っている。
それが半七の注意を引いて、彼は翔太に何事をか囁くと、翔太はうなずいた。なるほど、こりゃいよいよ油断ができねえ。その頃の権田原は広い野原で、まだ枯れ切らない冬草が武蔵野の名残をとどめたように生い茂って、その間には細い徳川が流れていた。月はないが空は高く晴れた宵で、無数の星が青白く光っていた。時々に吹き下ろしてくる寒い風に驚かされて、広い原一面の草やススキが波を打つようにザーザーとなった。それが足音を盗むには都合がいいので、半七と翔太は相当の距離をとって二人の後に続いた。原の真ん中には何百年の歴史を知っているような大きいハンノキが突っ立っている。それは嫁にも伺われるので、ため吉と藤助は、その大樹を目当てに、細い道を急いで行くらしかったが、やがてそれも目の前に近づいたときに、たちまちに絹を裂くような女の悲鳴が聞こえた。あれ、人殺し。続いて男の叫ぶ声も聞こえて、男と女は、暗い草原を転げるように逃げてくるらしい。こうなると、半七も翔太も聞き捨てにはならないので、ともかくも声のする方角へかけていくと、一人の男が翔太に突き当たった。一人の女は半七に突き当たって倒れた。半の木の下では男の笑う声が聞こえた。この不意の出来事に驚かされて、藤助と為吉はしばらくそこに立ち止まっているらしいので、半七は見返って声をかけた。おいおい、その提灯を貸してくれ。藤助はまだ躊躇しているので、翔太はじれてまた呼んだ。おい、下草屋の奉公人、早く提灯を持ってこい。下草屋の名を呼ばれて、藤助ももう逃げることもできなくなったらしく、提灯を持って近寄ってきた。その火に照らし出されたのは、21人の町人風の男と、新宿あたりの女郎らしい、20歳前後のあだめいた女であった。駆け落ち者だな、と翔太は言った。それにしても人殺しとはどうしたのだ。あそこに、と男は半の木のあたりを刺した。不意に出てきて、切るぞと言いまして。半七は藤助の提灯を取ってすぐに木の下へかけていったが、そこにはもう人の影も見えなかった。こと面倒と見て早くも姿を隠したらしい。面倒は彼ばかりでなく、半七も同様であった。せっかくつけてきた為吉と藤助の二人を差し置いて、差し当たりはこの新しい二人を詮議しなければならないことになったのである。彼は男と女を招いて、半の木の下まで連れて行くと、翔太も他の二人もついてきた。おめえたちは全く駆け落ち者か、と半七は二人に聞いた。俺は御用聞きの半七だ、正直に言え。御用聞きと名乗られて二人は震えた。抱えの遊女や芸妓を連れ出した場合、悪く間違えば角若しということになる。角若しは重罪である。それが御用聞きに出会ったのであるから、彼らが恐怖に囚われたのも無理はなかった。それを察して、半七は静かに言い聞かせた。いくら商売でも、俺も邪険なことをしたくねえ。なんとか穏便に内妻の方もあろうというものだ。何しろ、おめえたちはどこの何というものだ。
彼らが恐る恐る申し立てるところによると、男は代々木の多聞院門前に住む、経師屋のせがれ徳次郎。女は内藤新宿甲州屋の抱え女、お若で。ままならぬ恋の果ては死神に誘われて、お若は勤め先を抜け出した。二人はこの権田原の藩の木の下を死に場所と定めて、闇に紛れて忍んでくると、彼らよりも一足先に来ている人があった。その人は突然に彼らを脅かして、切るぞと怒鳴った。死にに行くににも恐ろしい犬の声。突然切ると言われて、彼らはやはり恐ろしくなった。その一刹那、死ぬ覚悟などは忘れてしまって、二人は思わず人殺しの悲鳴を上げて逃げた。その話を聞き終わって、半七はうなずいた。うん、わかったわかった。だがまあ、死んじゃいけねえ。俺もここへ来合わせたのがかかり合いだ。なんとか話をつけてやるから、今夜はおとなしく帰れ。と言って、無分別者をこのまま追っ放すわけにはいかねえ。翔太、ご苦労でもこの二人を甲州屋まで送ってくれ。だが、こっちはようござんすかええと、翔太は不安らしく言った。まあ、こっちは何とかする。何しろ、この二人を無事に返さなければならねえ。ようがす。じゃあ行ってきます。さあ、親分がああおっしゃるのだから、二人ともぐずぐず言わねえで、早く来ねえ。世話を焼かせると、縛っちまうぞ。脅されて、二人も争う術がなかった。彼らは、権田原心中の浮き名を流す機会を失って、おめおめと翔太に追い立てられていった。これでまず一方の拉致は空いたので、半七はさらに、為吉と藤助の詮議に取り掛かろうとして、持っている提灯をこちらへ振り向ける途端に、今度は為吉が悲鳴を上げて倒れた。はっと思って透かしてみると、むき身を引っ提げた一人の男が、すすきをかき分けて一三に逃げ去った。それを追っても間に合わないと見て、半七はそこに突っ立っている藤助の腕を掴んだ。親分、私をどうするのですと、藤助は慌てたように言った。どうするものか。さあ、白状しろ。私は何にも知りません。そらっとぼけるな、この野郎、と。半七は叱りつけた。貴様は今夜この為吉をばらすつもりでここへ連れ出したのだろう。とんでもねえことを。私はただ旦那の指図でこの為さんをここまで案内してきたのです。何のために案内してきた？この大きい木の下に待っている人があるから、その人に会わせてやれというのです。待っている人というのは誰だ？知りません。会えばわかると言いました。子供のようなことを言うな。狐にでも化かされやしめえし、大の男二人が鼻を揃えて、わけもわからずに野原の真ん中へうろうろ出てくるやつがあるものか。でたらめもいい加減にしろ。腕をねじ上げられて、藤助は幾時もなしに、泣き叫んだ。堪忍してください。堪忍してください。相手が案外に弱いので、半七は少し躊躇した。こいつは本当に弱いのか、それとも油断をさせるのか、その正体を見定めかねて、思わず掴んだ手を緩めると、藤助は草の上にぐたぐたと座った。親分。私は全く何にも知らないのです。ご承知かもしれませんが、このためさんの妹が夕べ見えなくなってしまいました。うちの旦那も心配して、今朝から方々を探し歩いていましたが、昼過ぎになって帰ってきまして、お種さんの居所は知れたというのです。
だが、相手が悪い奴で、ただでは渡さない。かどわかして訴えれば、一文もいらずに取り戻すことができるかもしれないが、そんなことに暇取っているうちに、お種さんの体に何かの間違いがあっては取り返しがつかない。これも災難と諦めて、いくらかのお金を渡して、無事に取り戻した方がよかろう。そこで向こうでは10両出せと言う。私は5両に負けてくれと言う。押し問答の末に6両に負けさせてきたから、それをもって早く取り戻してきたらよかろうということでした。そこで為さんは金右衛門さんと相談して、ともかくもお種さんを取り戻しに行くことになりましたが、二人の路銀を合わせても6両の金がありません。胴巻きの金まで振るい出しても4両2分ばかりしかないので、不足の1両2分は旦那が足してやることにして今夜ここへ出てきたのです。主人がなぜ一緒に来ねえのだ。主人が一緒に来るはずでしたが、夕方から持病の先気の差し込みが起こって、身動きができなくなりました。朝早くから出歩いて冷えたのだろうというのです。そこで主人の代わりに私が出てくることになりました。ゴンダワラの真ん中に大きい藩の木がある。そこへ行けば相手がお種さんを連れてきているから、6両の金と引き換えにお種さんを受け取ってこいと言われたので、タメさんを案内して出てくると、途中でこんな騒ぎが出退したのです。それにしても、無印の提灯をなぜ持ってきた。旦那の言うには、こんなことが世間へ知れると、お互いに迷惑する。下うさやの印のない提灯を持って行けと言うので。まあ、大抵はわかった。じゃあ、俺に手伝ってこの怪我人を運んでいけ。さっきから手負いのことが気にかかっているので、半七は藤助に指図して、そこに倒れている為吉を助け起こそうとするとき、後ろの枯れすすきがガサガサと響いた。それが風の音ばかりでないと早くも悟って、半七がきっと見返る途端に、何者かがまた切ってかかった。油断のない半七は危うく身をかわしてすぐにその手元へ飛び込んだ。提灯は投げ出されて消えてしまった。素早く手元へ飛び込まれて刀を振り回す余地がないので、相手も獲物を捨てて引っ込んだ。こうなると双方が五分五分である。ことに、おかっぴきや手先は手取りに慣れているので、相手もややひるんだ。こういう野原の習いとして、誰が掘ったというでもなしに、自然に崩れ落ちた穴のようなものがある。暗がりで組打ちの二人は、足を滑らせて2、3尺の穴に落ちた。五。取り押さえましたか？と、私は中途から口を入れた。それを話す半七老人が目の前にいる以上、子孫じのなかったことは知れているのであるが、それでも人情、なんだか一種の不安を感じたからであった。取り損じじゃこと壊しですと、半七老人は笑った。まあ、ご安心ください。そいつは一体何者です。こいつが六道の辻で敵討ちをしたやつですよ。敵討ちをしたときに水の家の辻番へ行って、自分は備中松山五万石板倉周防守の藩中と名乗りましたが、それはでたらめで、実はその近所の1万石ばかりの小さい大名の家来です。自分は伊沢千右衛門、仇は山地群蔵。この姓名もでたらめで、本人は野口武助、相手は
森山軍兵衛というのが実名でした。じゃあ、敵討ちも嘘ですか。まあ、こういうわけです。野口武助の親父は、武衛門と言って、屋敷の金蔵版であったのは本当です。せがれの武助は放蕩者、同伴中の森山軍兵衛と共謀して、自分の親父が鍵預かりをしている金蔵へ忍び込み、500両の金を盗み出して出奔した。こんなことをすれば、親父に難儀のかかるのは知れきっているのに、実に呆れた不中不幸のくせ者です。果たしてそれがために、親父の武右衛門は切腹したそうです。ところで、本街道を行くと、追っ手のかかる恐れがあるので、武助と軍兵衛は、回り道をして丹波寺へ落ちてくると、軍兵衛は、武助を途中で巻いて、どこへか逃げてしまいました。もちろん、例の500両は、軍兵衛が持ち逃げをしたわけです。これには、武助も驚いたが、表向きに訴えることもできません。何しろ、江戸へ出る約束になっていたのですから、軍兵衛も、大方江戸へ行ったろうという想像で、武助はその後を追って江戸へ出てきましたが、1万石の故郷とは違って、江戸は広い。いかに根よく探し歩いたところで、容易に知れるはずはありません。そのうちに懐は乏しくなる。根が悪い奴ですから、お定まりの浪人ごろつきとなって、ゆすりや追いはぎを商売にするようになりました。そうしているうちに国を出てから足掛け5年目、図らずも青山六道の辻で仇の森山軍兵衛に巡り合いました。主人の仇でもなく親の仇でもないが、自分にとっては年頃尋ねるあだがたきです。そこで、己盗賊。実を言えば、自分も盗賊の同類ですが、まあ、相手だけを盗賊にして、ここで敵討ちをしてしまいました。しかし、往来中で人殺しをした以上、そのままに済ませることはできませんから、ずうずうしく度胸を据えて、自分の方から辻番へ名乗って出て、まこと空ごと取り混ぜて、敵討ちの講釈を並べ立てた次第です。敵討ちも嘘、生命も身元も嘘ですから、板倉家へ問い合わされれば、すぐに露見するのはわかっています。そこで辻番をうまくごまかして、横手の大竹やぶへ潜り込んで、首尾よく逃げおおせたのです。殺された軍兵衛は悪戦身につかずで、持ち逃げの金はみんな道楽に使ってしまい、今では本郷あたりの旗本屋敷の若棟に住み込んでいて、その日は千駄ヶ谷あたりの知り人のところへ訪ねて行く途中、子供の土産に柿を買っているところを己盗賊とばっさりやられたのですが、全く盗賊に相違ないのですから仕方がありません。1年3両2分の給金を取る若党が、懐に2両足らずの金を持っていたのは少し不審で、こいつも相変わらず悪いことをしていたのじゃないかと思われますが、死人に口なしでわかりませんでした。これで六道の辻の一件は説明されたが、桜の一行に関する秘密は不明である。しかも、半七老人の話を聞いているうちに、誰でも疑いを抱くのは、下草屋という米屋の主人であろう。彼がこの事件に重大の関係を有するのは、どんな素人にも、容易に想像されることである。
私がそれを言い出すと、老人はうなずいた。そうです、そうです。金右衛門を切って、娘のお産をかどわかしたのは、下宇佐屋の茂平の仕業です。この茂平というやつは、なかなかの悪党で、店の若い者、銀八というのを手先に使って、方々で盗みを働いていたのですが、商売は手堅く、上辺はあくまでも真面目に取り澄ましていたので、近所はもちろん、家内の者にも悟られなかったと言いますから、よっぽど抜け目なく立ち回っていたに相違ありません。いつぞやお話をした、唐人飴の一件。あの唐人飴屋が泥棒の濡れ衣を着せられたのですが、あのあたりを荒らした賊の正体を洗ってみると、実はこの茂平の仕業だということがわかって、青山あたりではみんな案外に思ったそうです。人は見かけによらないと言いますが、この米屋の奴らなぞはすこぶる上手にごまかしていたと見えます。金右衛門を切ったのは娘をかどわかすためですか。こんな奴らですから欲心も無論に手伝っていたでしょうが、これこそ本当の敵討ちのつもりなんですよ。これも敵討ちですか、と私は少し意外に感じた。まあ、敵討ちですね。さっきもお話申した通り、8年前に金右衛門は江戸見物に出てきたことがあります。その頃、茂平は深川に住んでいて、やはり米屋をしていました。金右衛門は一人で出てきたので、曝露町に宿を取らず、茂平のうちに、小半月ほども泊まって、ゆっくり江戸見物をして帰りましたが、ここに一つの面倒が起こった。というのは、茂平の女房のお稲と金右衛門とはいとこ同士で、子供の時から仲がいい。今度も金右衛門が逗留している間、お稲が親切に世話をしてやった。それが亭主の茂平の目には怪しく見えたというわけで、金右衛門が帰国した後に夫婦喧嘩が起こりました。いとこ同士の金右衛門とお稲との間に本当に不義密通の事実があったのか、ただしは茂平一人の邪推か、そこははっきりわかりかねますが、その以来、夫婦仲がとかくに丸く収まらないで、何かにつけて茂平は女房に辛く当たったそうです。そのためか、お稲はだんだんに体が弱くなって、おととしの暮れに33で死にました。死ぬ3日ほど前にも激しい夫婦喧嘩をしたと言いますから、お稲の死因も、少し怪しいと思われないこともありません。江戸と桜と離れていますから、そんな悶着の起こったことを金右衛門はちっとも知らないで、今度の芝居見物に出てきたついでに、8年ぶりで下宇佐屋へ訪ねてきました。その金右衛門の顔を見ると、茂平は、昔の恨みがムラムラと湧き出して、昔はこういうのを目がたき打ちと言いましたが、何分にも無証拠ですから、表立ってかれこれ言うことはできません。しかし、相手の顔を見ると、茂平は悔しくってたまらない。こういうやつに限って嫉妬心も深い、復讐心も強い。無理に金右衛門らを一泊させて何かひとしこをしようと思ったのですが、どうしても曝露町の宿へ帰るというので、急に思いついたのが前の一件です。
金右衛門ら四人を小僧に送らせて、自分は近道を先回りして、藪の中に待っていて、金右衛門を切りつける。若い者の銀八は、お産を引っかついで逃げる。銀八は、重い米を担いで、毎日得意先へ配っているのですから、16の小娘を引っかついで逃げるのは、骨は折れません。もちろん、手ぬぐいをお産の口へねじ込んで、例の化け物屋敷へ連れ込んで、茶の間の押し入れへ投げ込んでしまいました。これで万事思い通りに運んだのですが、茂平の刃物は脇差しで、おまけに腕が効かない。一方の野口武助は、ともかくも侍ですから、仇の森山軍兵衛を守備よく仕留めましたが、こっちは町人の悲しさにどうもうまくいかないで、切るには切ったが案外の浅手でした。まあ、こういったわけで、茂平としては目がたき打ちのつもりだったのですよ。これで金右衛門一見の輪郭はわかった。6. 理屈の善悪はしばらく置いて、武助も敵討ちであるといい、茂平も敵討ちであるという。この多様の敵討ちが同じ日の昼と夜とに起こったというだけで、双方の間に何の連絡もないのであろうか。私はそれを聞き正すと、半七老人はニヤニヤ笑った。あなたにはわかりませんかな。ゴンダワラで取り押さえたのが野口武助だと言ったじゃありませんか。武助だって水郷に抜き身を振り回したのじゃない。下宇佐屋の茂平と糸を引いているのですよ。そうするとこの二人は前から懇意なんですね。茂平も女房に死に別れて、当時は独り身ですから、新宿などへ遊びに行く。しかし、多くは昼遊びで、決して家を開けたことがないので、誰も気がつかなかったそうです。その遊び先で、武助と知り合いになって、悪い奴同士が、仲良くなってしまったのです。茂平の方が役者は一枚上なので総大昇格。うちでは若い者の銀八、外では浪人の武助。この二人を両手のように働かせて、いろいろな悪事を重ねていたので、その凶状がだんだん明白になるにつけて、近所の者はいよいよ驚いたそうです。ため吉の妹をかどわかしたのは誰です?お種をかどわかしたのもやっぱり銀八です。と老人は説明した。私は米付きの藤助に目をつけていたんですが、これは案外の善人で、銀八の方が案外のくせ者でした。銀八は茂平の指図を受けて、化け物屋敷の空き家に監禁してあるお産のところへ食い物をそっと運んでいたのですが、こんな奴がただそれだけで帰るはずがありません。定めて好き勝手な真似をして、年のいかない娘をいじめたのでしょう。お産がどうぞ家へ返してくれと泣いて頼むと、それじゃあ、明日の夕方に連れて行ってやると約束して帰りました。そこで明日の午後、お種が近所の湯屋へ出て行ったのを見届けて、化け物屋敷へお産を迎えに行きました。お産は喜んで出てくると、途中で往来のないのを伺って、銀八は不意に合口をお産に突きつけて、これからお種に会っても、俺の許すまで決して口を聞いてはならないと、
脅かして連れて行きました。そうして、湯屋の近所に待っていて、お種の出てくるのをそっと呼びました。おさんの姿を見て、お種は驚いて駆け寄ると、銀八がここでは話ができないから、ちょいとそこまで来てくれという。つまりは、おさんをおとりにして、お種を誘い出したのです。おさんは脅かされているので、うかつに口を聞くことができない。お種はおさんに惹かれて、うかうかついていく。何しろ、16と17の田舎娘ですから、こんな悪い奴に出会っては赤子も同然。どうにもしようがありません。こうしておさんは化け物屋敷へ逆戻り、お種も一緒に生け取られてしまいました。なるほど、ひどい奴ですね、と私も思わずため息をついた。ひどい奴ですよ。モヘイや銀八の腹では、こうして生け取っておいて、二人の女を宿場女郎に売り飛ばす目算でしたが、キーエモンとタメ吉がいては何かの邪魔になる。ことにタメ吉は血気盛りの若者で、自分の女房と思っているおさんが行方不明になったので気が切れない。たとえ金右衛門の傷どころが治っても、おさんやお種の行方の知れないうちは、決して国へ帰らないなどと言っているので、これもなんとか押し片付けてしまわなければならない。そこで、モヘイと銀八は相談して、ため吉をゴンダワラへ誘い出すことになったのです。こう言えば、大抵お察しがつくでしょうが、藩の木の下に待っていたのは、かの野口武助で、ここでため吉をバッサリという段取りでした。案内者の藤助は全く何にも知らなかったんですか。米付きの藤助。見かけは商売柄に似合わない小粋なやつで、ちっとは道楽もするのですが、案外にぼんやりした人間で何にも知らずに茂平の手先に使われていたのです。いや、それでも運の良かったのは自分の命の助かったことで。茂平や武助の両件じゃ、為吉一人を殺すと世間の疑いを受けるので、吐けついでに藤助もメイドへ送るつもりだったそうです。どう考えてもひどい奴らです。そこでおかしいのは、武助というやつで、なんぼなんでも人間二人を殺すのですから、心持ちが良くない。酒の勢いを借りて、威勢よくやるつもりで、新宿あたりで一杯飲んできて、藩の木の下の暗闇に待っていると、そこへかの、お若と徳次郎の一組が来ました。道行きの二人連れ、差し詰め清本か時和津の出がたりで、落ち人のためかや、今は冬枯れてとか言いそうな場面です。誰の考えも同じことで、この藩の木を目当てに、たどりたどりて来たりけりという次第。何しろ、ここで心中をするのだから、それだけじゃ済みますまい。お芝居の紋切り型で、そもや初回のその日よりなぞと、くどき文句も十分にあったことと察せられます。お若と徳次郎は、そこらに人が忍んでいようとは夢にも知らないで、色模様よろしくあったのですが、暗闇でそのくどき文句を聞かされている武助はやりきれません。すっかり気を悪くして尺に触った。おまけにいっぱい期限ですから、なおたまりません。もう一つには、ここで二人にごたごたされていては、自分の仕事の邪魔になる。方々、不意に飛び出して切るぞと脅かしたので、
人は驚いて逃げる。そこへ、ため吉と藤助が来る。翔太と私が来る。いや、もう、大騒ぎで、何もかもめちゃくちゃになってしまいました。ブスケはこと面倒と見て、一旦は姿を隠したのですが、なんだか不安心でもあるので、そっと引き返してきて伺っていると、大墓と徳次郎は送り返されて、これから為吉と藤助の戦技が始まりそうになったので、為吉の口からつまらないことを喋られては、大事露見のもとと出し抜けに切って逃げたのです。それで逃げてしまえばいいのに、また引き返してきて、今度は私を切ろうとした。本人は藤助を切るつもりだったと言っていましたが、どっちにしてもまた出直してきたのが不覚で、とうとう運の月になりました。モヘイと銀八はすぐに召し取られましたか？召し取りました。翔太はまだ帰ってこず、私一人では手に余るかと思ったのですが、うかうかしていて高飛びをされると困るので、まあ、どうにかなるだろうと高をくくって、私一人で向かいました。夜の商売でありませんから、下うさやはもう王道を下ろして、くぐり戸の障子に明かりの影が差しているので、私は、藤助を指図して、外からただいまと声をかけさせました。メイドの道連れにされたはずの藤助が無事に帰ってきたので、うちでも驚いたのでしょう。銀八がすぐにくぐり戸を開けて表を覗く。そこへ私が飛び込んで、有無を言わさずに縄をかけてしまいました。その物音を聞きつけて、奥から亭主のモヘイが出てきましたから、これもすぐに抑えました。相手が二人ですから、一度に召し取るのは難しいと思っていましたら、都合よく順々に出てきたので、案外にバタバタと片付きました。案じるよりは、有無が安いとはこのことです。最後に残ったのは女二人の始末である。それについて老人は少しく顔をしかめた。おさんとお種が銀八に引きずられて、例の化け物屋敷へ封じ込められたのはご承知の通りです。もちろん手足をくくって押し入れに投げ込んでおいたのですが、今度は二人になったので、その翌日の夕方、一人の縄の結び目を他の一人が噛んでほどいて、どうにかこうにか二人とも自由の体になって、そこを抜け出しました。時刻を計ると、私が踏ん込んだ少し前のようです。一足違いで残念でした。それにしても、無事に逃げたんですね。ところが無事でない。ともかくもそこを抜け出したのですが、夕方ではあり、土地の勝手を知らないので、どこをどう歩いたのか、迷い迷って品川から大森の海岸へ出てしまったのです。もう夜は更けて目の前に暗い大きい海がある。そこらの漁師町へでも行って、なんとか相談すればいいのですが、歳の若い娘二人、いろいろのひどい目にあって、少しは気も変になっていたのでしょう。こんな難儀をするくらいなら、いっそ死んだ方がましだというので、二人は一緒に海に飛び込みました。幸いに弱みの船が出ていたので、二人とも引き上げられましたが、息を吹き返したのはお種だけで、おさんはかわいそうに助かりませんでした。桜相互の芝居が飛んだ災難のもとで、江戸へ死にに来たようなものでした。
しかし、金右衛門は朝練のために早く治りました。これは茂平の敵ですから、うかうかしていたら二度の敵討ちをされて、おそらく無事には済まなかったでしょうが、茂平や銀八が早く召し取られたので、命拾いをしました。為吉の傷は重いので、一時はどうだかと危ぶまれましたが、これも二月余りで全快。国元から迎えの者が来て、金右衛門と為吉兄弟を引き取って帰りました。それから、道行きの方はどうなりました?私が笑いながら聞くと、老人も笑った。この方は、何と言っても芝居がかりの生き事です。男も女も借金といったところで知れたものですから、私が口を聞いて、公衆屋の方は親元身請けということにして、お若の体を抜いてやりましたよ。めでたく徳次郎と夫婦になったのですね。そこで、その親元身請けの金は、乗りかかった船で仕方がありません。半七の腹切りです。しかし、私の顔を立てて、公衆屋でも思い切って負けてくれましたから、さしたる痛みでもありませんでした。そりゃああなた、私だって人を縛るばかりが能じゃない。時には、こういう立ち役にもなりますよ。おそらくその当時、半七老人は万随院長兵衛の二代目にでもなったような涼しい顔をして、いい心持ちそうに反り返ったのであろうと察せられた。